解説するっち。この場合はイレギュラーな形で圭介に当たってゴメス選手に入ったので、正直切り返された時にちょっと後手踏んだなと思いましたけど、その後の切り返しがうまくいってうまくシュートブロックできたんじゃないかと思います。はい、で次はマルシーニョ選手が中に入ってきて、これもシュート打つだろうなと思ったのでシュートコース入ってそれをブロックしたっていう形で、まずクロス入ってきた時にもう逆サイドにボールが来るのが分かったので、折り返しの準備をまずすることと、でこれ正直シュートに関しては山下裕也の股を通ったのでちょっと僕見えなくて、で本当とっさに反応したっていう感じですね。なので結構奇跡的なところはあるかなと思います。ただそこの折り返しを予測してそのブロックできる場所に立ってたので、それが良かったんじゃないかなと思います。シュートになりそうなところを予測するというか、そのシュートがどういうシュートが打ってくるかっていうよりかは、そのどこでシュートが打ちそうだとか、あとは誰が打つだろうっていうところをもう意識しながらと、あとは自分がやっぱプレーしやすいように周りを動かして、でそうすると大体やっぱ空いてくるところが分かるので、そこに自分が出て対応するっていう形を取っています。不転シーンはもう完全にこれ間に入るんで、高橋君からいいボールが来たので、正直ちょっと触ってここら辺に触ってるんじゃないかなと思う感じの、なんかあんまりこう実感がないゴールでしたけど、本当にいいボールが来て髪の毛に触れてくれたので、僕のゴールになっちゃいます。高橋君に入る、本当に感謝してます。取った時の心境は、これ俺のゴールじゃないか、どうなんだっていうところで、まずそこが一つと、早い時間に追いつけたので、はい、それが良かったかなと思いますけど、次はゴール裏に向かって、福岡翔太のように決めたいなという思いが強いですね。今日は雨の中、たくさんの方に来ていただいて、しっかり逆転勝利を収めることができました。ホームで、鹿島には負けてしまいましたけど、だいぶいい成績を残せているので、このまま継続できるように、本当に毎試合3万人来てくれるといいなと、選手は思ってますので、皆さん、お友達だったり、家族を呼んで、スタジアムにぜひお越しください。よろしくお願いします。バウンドした、入った、同点。中谷、福岡上がっています。福岡ニアで合わせました。福岡のゴール、素晴らしい飛び込み、飛ばして山下、ヨーパス